セイガンさんが、はい、87キロです。デンガンさん、はい、以上、愛です。やばデンガン、ジムリーダーに出向決定。あー、でも、やる気でできた。はい、ということで、健康診断が終わって標準体重70キロに対して、デンガンの体重は87キロということで、87キロということで結構重たい。僕的にはやっぱね、70キロ台ぐらいを目指したいと。マイナス10キロぐらいがいけたらちょっとクリアでいいのではないかと思うんですけど、僕一人の力ではなかなかいけるかどうかわかんないので、今回は個人経営されてるジムの方から撮影許可をいただきましたので、まあ、そっちの方に行ってね、やってみたいと思います。さあ、行くぞ。すみません、こんにちは。こんにちは。中松さんですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。僕のことは何か知ってますか。あ、この間野球で肉離れをしたっていう動画肉離れじゃあ肉離れもね、ほんとしたんですけど、まあ、あれもちょっと感知したぐらいなんで今、はい、思うんで、ちょっとこのから 1,2 ヶ月ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ前後さん、はい、野球の動画も見させていただきましたけど、はい、運動する準備ができてない体なんで、はい、まず今日はそこを直します。わかりました。はい、はい、じゃあゆっくり呼吸します。今日初めての体重測定ということで、一回まず体重をね、測ってみたいと思います。これですね、86.4kg と。左に回ってみてください。そんなことありますか。サイズ的にも胸の中、お尻、ほぼ同じようなサイズ。はいはいはい。ちょっと一旦まずね、今日が11月30、今だいたい始まって2週間3週間でどうなってるのかね、ちょっと体重測ってみたいと思います。 82.9kg。 おお、ちょっと落ちてる気はしますね。あ、2週間で34キロ、直生活変えるだけで全然違うんですね。
食べない日もちろん、ね、忙しくてあると思うんですけど、はい、なんかそれがベースになってずっと言ってたっていうことは、ああ、はい、はい、で、食べれた時にたくさん食べるみたいな、そうですね、それはめちゃくちゃ多かったです。つらい。今日の僕のご飯は唐揚げラーメンご飯定食です。このカロリー分飯です。もうザ分飯。僕はこれとイカゲソしか食べれません。はい、1個だけ言ったけど、ダイエット中はサービスエリアに来ないこと。サービスエリアは基本的にカロリー高いです。基本的に外食は来れへんから。いや、なんか外食イコールカロリーじゃないか。いや、刺身は置いててほしい。刺身定食置いててほしい。あ、なるほど、ね、頼むから見てください。うわ、やば。今日の僕のご飯、これアスカ時代やん。これほんまやばない。俺の飯これね。俺の飯これ。栗ダメだよ。でこれ栗はあり。いや、俺は栗そんな好きじゃない。あとで探しに行きましょう。あ、出す。ええ後輩いるんやけど。めちゃめちゃええ後輩いるんやけど。めちゃめちゃうまい。そんな今の言葉やばいなと。足じゃあ、ガルゴスは、はい、そのままお尻を右にグーッと振ってください。どっから隙間前に出してるとかしっかり見てみてください。82.15 キロです。今日12月7日です。こんな感じです。ちょっと数字が減るとやっぱ楽しいですね、この競技も。食べれちゃない感じですか今日ですか。今日は、今日ちょっと昼は食べれなかったです。食に結構時間取られます。あ、まあ、いいことですね。めっちゃ作り置きして、朝小鉢にちょろんと入れるみたいなのをすれば、ちょっとそうすることでちょっとマシになりましたね。Hey, what's up, guys? I'm from LA! ということで、ダイエット始まって約1ヶ月が経ちました。僕がね、どういうダイエットしてるかって言ったら、まずね、そのルールその1、水しか飲まないというルールで。で、その2、ご飯は朝しか食べない。で、その3、料理は1食5品以上食べるっていうルールで、ここまでダイエットしてきて、まあ、ここまででもね、順調に痩せてきてるんですけど、正直ね、1食5品作るってことが結構、まあ、なかなかシビアだってことに最近気づき始めたんで、めちゃめちゃ作り置きをしたいと思います。作り置きをすることで、1食5品っていうのを、まあ、達成しようじゃないかということで、今回はやっていきたいと思います。痩せます。こういうのをね、作り置きするってことがね、やっぱ結局ね、大事になってくるという話になるんですよ。今こんな感じです。こんな感じで焼いていって、ちょっとずつ焼いていって、今からめんつゆを足して浸すというね、そういうやつをやっていきたいと思います。これは大さじ2杯なんですけど、俺流大さじ2杯、こんなもんで、これだ、これで完成です。まずこれ一品目完成で、これをちょっとつまんで小鉢に入れるっていうね。ほうれん草のごま和えというものを作ってみたいと思います。まずね、ほうれん草をさっと洗って、どうやって切る、これ合ってんのかな、ということで2品目完成です。この辺りでサバをね、焼いていきたいと思います。うん、合ってんのかなこれ。人参深すぎる説、濃厚だし汁、酒、みりん、塩、いや、人参でかすぎやろって思ってる視聴者の皆さんいます？僕も思います、これ人参でかすぎやわ。ということで、今ちょっとできたね、あの切り干し大根ちょっと食べてみます。ちょっと美味しいんかなこれ。いや、いけるわこれ、全然うまい。イメージ、これどういう
例えすると、あんま数学で読めたらよくないんやけど、道筋は間違ってたけど答えは合ってるみたいな感じ。意味わかるかね、言ってること。なんか論理は間違ってんねんけど答えが2ってことは合ってるみたいな。さあ、なんとこのようなバランス ABCB 定食が出来上がりました。この色とりどりの食たち、非常に栄養バランスの取れた、とても考えられた食事になっております。なんとこれだけ6品も作って、お値段はたったの779円。これは高いやんけ。ということで、いただきます。で、自分で作ったやつ食べます。あ、美味しいけど、ナスはちょっとめんつゆ入れすぎましたね。ちょっと味がめちゃめちゃ濃い。すごくない？これ切り干し大根、人参でかい以外は多分完璧よこれ。さて、そのお味は？あ、うまい。てか何よりも、自分なりに考えたダイエット食材を食べて体が痩せていくっていうこの過程は非常に楽しいですね。僕んち小鉢なかったんで、こういう感じでね、3品をこうやって並べるっていうやり方をとってますけど、あ、美味しい。ほうれん草のごま和え、やっぱ種類が多いと野菜ばっかでもなんかバリエーションがあるから、結構量を食べれる感覚になるというか、なんかいっぱい食べれてるんじゃないかって思えて、これ多分ね、こんだけ食べても太りにくいんですよ。あのバランスの取れた食事ができてるんで。やけど満腹感まではいかないにしても、結構ね食べた感じにはなるんで、やっぱ種類をいっぱい食べるっていうのはいいですね。今日も朝ごはん食べていくんですけど、作り置きなどをね、さまざまね、工夫に凝らした結果ね、作ってきたんですけど、あのね、ここまでね、このね、お刺身さんにはね、非常に助けてもらいました。もうお魚は結構ね、食べていいって言われたんで、ただ今日は久しぶりにね、あのね、ほんと久しぶりにね、こういうね、鶏肉、これちょっと大きいんで、多分半分とかしか食べないんですけど、1日めっちゃ食べる、5日間ぐらいは食事制限するみたいなことした、ギャップをつけた方が、体は痩せるらしいっすよ。ラストスパート頑張っていきたいと思います。でもあの、このダイエット生活、意外ときつくなかったっすね。ほんとに無理せずにやったんで、無理せずにやって何キロ落ちたかってところを今日はね、この動画では皆さんに見てもらえたらいいかなと思います。ああ、はいでしょ。
そこからあと一回だけ頑張りましょう。はい、一回だけ。一回だけいきます。はい。そうそうそう。あ、ゆっくり下ろして、ゆっくり下ろして。あ、はい、いいですよ。これこんな上がらなくなるんや。はい、ということで、今現在がですね、最終計測日が明日なんですけど、つまり明日、1日前ということで、ダイエット生活がね、まあ、いよいよ大詰め、最後ということでね、マイナス10キロっていうことを、まあ、当初目標に掲げました。で、6キロぐらい落ちて、そこからの4キロっていうのがどうもね、落ちづらい、落ちづらい、落ちづらいってなってる中で、最後1週間ぐらいかなり追い込みをかけてですね、まあ、様々な食生活であったり、トレーニングであったりっていうのを行いました。だからそれでですね、まあ、もしかしたら、もちろん僕も実は計測してません。とりあえずですね、私がやってきたダイエットっていうのをね、まあ、ここでもう一度おさらいしとくと、食生活9、トレーニング1ぐらいの割合、炭水化物、タンパク質、脂質の割合を262に変えること、これを結構やってます。だからタンパク質の割合は6、だから実は食べる量は減らしてないんですよ。かつドリンクは水だけで、水は 2.5 リットル以上1日飲む。まあこれは、ね、できなかった日もありました。正直できなかった日もありましたけども、まあまあ水だけを飲むことがこんだけ効果あるんだということを、まあ、実感できた。で、3つ目が1食5品以上食べると。10キロ痩せるを目的にするのではなくてですね、まずは健康な体を作ろうと。じゃあ代謝の周りが良くなって、そもそも痩せやすくなるということを話されまして、だとりあえず2ヶ月半健康に気をつけてやったということなんですけども、まあ皆さん、まあ、このダイエット企画がね、どういう結末になるのかって、今の僕もちょっとそわそわしてる状況なんですけども、さあ、計測の明日になるまで寝てきます。それでは、また明日。はい、ということで、最終測定。僕のダイエットの過程を見てこられたと思いますけど、今から本当の最終決戦、僕一人ではね、ちょっとあれなんで呼びました、うちのメンバーたち。どうぞ。はい、どうも。はい、どうも、前回の浜です。よろしくお願いします。お願いします。こっちが映んない。何俺ソロチャンピオンみたいな。こっちが映んない。これでも前回のソロプロジェクト。いや、ソロプロジェクトは俺のお客さんやねん。今コラボしてる。コラボしてる状態。今日は一個言いたいんが、お前こんな足細かったっけ。足はそんな変わってない。足はそんな変わってない。足はもう分かるさ。でもさ、視聴者って結構ビビるじゃん。めっちゃ細いな。分かる。普通にスティングじゃない。美脚なんでそんな足。でも結構ここのトレーニングしましたよね。結構足は充電的に充電してるやんって。今これ全体はトレーニングしたけど、トレーニングしたら言うても一番多くて週2やと。ほとんど多分、もし痩せてたら食生活ですね、多分。食生活がほとんど影響して。そんなぬるい生活でそこまで痩せれると。いや、ぬるい。お前はもっと体痩せとるからええけども。食生活しんどかったんですか。食生活しんどかったよ。なんかみんなとご飯行く時が一番きついわけ。みんなはカロリーを美味しそうなもの食べてて、俺だけサラダで。それだ。やめてまずは数字見る前に、私どうなったんやっていうのを。どうなったか一回脱いで体を確認してほしい。で、2ヶ月前の僕、2ヶ月半前の僕、2ヶ月前のがこれですでね。あー、よく言うよね。よく言う。腰みたいな。さらに今ね、よく言う。まあ、3個山だよ。おっぱいと腹落ちで、いや、そんな3個山だよ。
僕見ないね。俺目つぶっとくで。抜きます。いきますよ。もう消えちゃうんで。はい。102がどうなったんだ。でねん、待って待って、ウエストが102から80と言ってますよね。これそうですね、88、88、88だからマイナー14cm、 マイナス14。いやこれやったね、マジで。だから仮面ライダー出るとやっぱもうなくなったんやろ。なくなったんやろ。だから多分痩せたら8キロぐらい、ここでほぼ痩せたら。確かに。そう、そんな痩せるんですか。まあ一番ね、多くこの辺に無駄な脂肪がたくさんついてたんです。あ、そういうことですね。無駄な順に消えていきますよ、多分。すごっ。ということで、ダイエット企画がね、これで終わったということで、結果が87キロから 78.35、 体重はだから 8.65 マイナス。素晴らしい。すごい、すごい。ダイエット成功。で、ウエストとかも、ウエストが一番すごかったから、ウエストだけちょっと言いますと、マイナスで14cm。だこの中で無駄なものがなくなったんですけど、これ要因としてはどういうものがあったんですか。トレーニング、食生活、いろいろありましたけど。もともとは、あんまり動かさないところに脂肪がついてたんで。あ、だからもともと使わないの。だから腕とかはあんまり太らないんですね。はい。で、そこの一番動きが少なかった部分に対して動きが増えたんで、まあ、一番減るところです。一番頑張ってたところ。なるほど、なるほど。もちろん食生活も頑張ったんで。はいはいはい。うちの子ちゃんとやってました。だいぶやってました。おyou